どうです。今回は僕が実際に行っているトレーニング前のウォーミングアップを紹介していきます。でウォーミングアップで使う道具はこの4種類で、ドクターエアのストレッチロール S と、振動するボールとポジションボール、そして最後チューブになります。でこれら、全て概要欄に貼っているんで、気になる方はチェックしてみてください。そして、僕のトレーニング内容というのは、1年間通じてビッグスリーとオーバーヘッドプレスを中心にやってて、この1年間一度も怪我をしてないので、また参考になればいいかなと思います。でウォーミングアップの考え方というのはブログの記事にまとめてますので、そちらも概要欄から読んでいただけるといいと思います。では実際にウォーミングアップの方法を紹介していきます。ではここからはアフレコで解説していきます。まず使っていくのはポジションボールです。ポジションボールは主に首をメインに当てて使っていきます。まずね、ここ結構ストレートネックの方とかは凝り固まったりしてることが多いんで、首の後ろ、後頭部の付け根の部分といったイメージしやすいですかね。そこにしっかり当てて、ちょっとほぐしていくようなイメージです。で当てながらちょっと首を横に揺らしたりとかして、当てる場所変えながらいろんなところを当てていきます。普段の、ね、ケアからもね、こういう首周りっていうのはしっかりやっておいてあげた方がいいので、ベンチで首がちょっと痛いとかいう方も、アーチ作った時にね多いと思うんで、そういった方もこの辺りのケアっていうのはしっかりやってあげることがおすすめです。そして首の下の方もしっかり当ててあげて、少し首顎引いたり上げたりして動かしてあげてもいいですね。そんな感じで首を当てて、で最後また後頭部の付け根、ここはしっかりほぐしておいてあげて、デスクワーク長い方はね特にやってあげてください。でこれが終わったら次が、ホームローラー使っていきます。これねドクターエアのストレッチロール S ですね。でこれはだいたい腰にまず初め当てていきます。強さ2ぐらいで、腰に当てる際はね必ず足上げて体が丸まった状態で当ててあげます。これ足を下ろすと腰が反った状態になって結構負担が大きくなるんで、しっかりと足を上げた状態で当ててあげてください。でちょっと体少し左右にひねってあげると腰に対していろんな面で当てることができます。でこれも背中はまっすぐ、少し丸め気味で腰の横側をしっかり当ててます。腰方形筋とかを当ててるようなイメージです。で右も腰の横側を当ててます。僕自身はこうトレーニング中に腰の痛みとかはほぼないので、腰周りは別にそんなに入念にはやってないんですけど、軽くこれぐらいのペースで、ほぐしていきます。で次胸椎ですね。胸椎も、胸腰椎移行部といって、腰椎の移行部からしっかり伸展動作を獲得していきます。ちょっと手の形とか見てもらうと、ベンチプレスのボトムポジションをイメージしながら行ってます。でしっかりゆっくり深呼吸を何回かしてから起き上がって、ちょっと位置ずらしてもう一度行います。でこのまままたベンチのボトムポジションイメージしたりとか、あとはこう定番材してダンベルプローバーの形取ったりとか、で首がだるいという方は今みたいな感じで後頭部に手を当ててもらえるといいかなと思います。で胸椎の伸展はトレーニング動作において非常に重要な動きなので、ここは意識的にしっかり行ってもらうことをお勧めします。特にね、肩が上がりにくいとか、ベンチで肩が痛い、オーバーヘッドプレスがうまくできない、スクワットがうまく担げない、デッドリフトで腰が曲がるなどね、本当に上げるとキリがないので、もうしっかりここは入念に毎日やってもらうことをお勧めします。で丁寧に胸椎の上の方までしっかり伸展動作を行っていって、そうすると定番材して、天井の方に伸ばしていきます。これは肩甲骨内側のね、菱形筋とか僧帽筋中下部ぐらいに当てているようなイメージで、ここが硬いと肩周り動き、僕特にね左側が動きは、固まりやすいのでしっかりやってます。そうでちょっとね、体もまっすぐ当てるというよりはちょっと斜めに体重かけてあげて当ててます。この時もだいたい強さはまた2ぐらいですね。で右も左も両方やってるような感じです。でそこから向き変えて、次は脇の下ですね、左脇広背筋の当てていきます。まずはどちらかというとこうローラーに対して覆いかぶさるような姿勢で当てていきます。これ3方向当てるんで、このまま当てていってあげて、で振動を当てながら転がるといったイメージで、ちょっと硬いなと感じる部分に長めに圧迫かけてます。で次ちょっとずつ体の向きを、
真横にしてまた当てていきます。これも同じ感じで転がっていきます。この転がりのね方法としては足見てもらうと分かるんですけど、足の膝の曲げ伸ばしとかで調節したりとかで動きをコントロールしています。で次はちょっと天井に体が向いた状態で当ててます。結構ここね硬い場合が多いのと、で最後三角筋の後部あたりですね、ここをしっかり当ててます。手はねまっすぐ伸ばした状態で三角筋の後部当ててもらえると結構刺激感じやすいと思うんで、肩に痛みがある方とかはこの当て方ちょっと試してみてください。でこれはね寝転んでいるわけじゃないです。あの三頭筋の頂頭に当ててるようなイメージです。で肩甲骨の根元からつくので肩甲骨の根元をしっかり当ててあげて、次は肘に近い側ですね、三頭筋当ててあげます、うん、で角度見てもらえるとまあ、っすぐ当てながらとかちょっと内側当てながら外側当てながらとか工夫して、この後肘伸ばすと思うんですけど、そう伸ばした後に手のひら上に向いた状態とか下に向いた状態でちょっと三頭筋の当てる位置を調節してます、うん、内側とか外側、特にね三頭筋って上腕二頭筋とか上腕筋と、まあ、密に接している部分なので、肘のポキポキ音が気になるとか肘が痛いという方はここ入念にしてあげてください。で次上腕二頭筋ですね、まず肘周りから当てて、結構僕左の二頭筋が硬さ出やすかったりするんでしっかり当ててます。でまず肘に近い部分停止部の方から当てて、次肩に近い起止部の方まで当てていって、この時の振動は多分2ですね。で次も、右も同じようにいきます。脇の下をまずは、ホームローラーに覆いかぶさるような形で寝転んで、しっかり広背筋を中心にほぐしていきます。で前後の動きというか上下の動きは足でしっかりバランス取ってあげて、そのまま硬い部分はしっかり当て続けてあげる。でできれば横に向いて、そう同じことの繰り返しですね。特にね僕右は後ろの極下筋とか小円筋三角筋後部が非常に硬いので、後ろこの向きですね、上半身が天井に近い向きになるとここ結構時間かけて行ってます、まあ、こういった形でね結構自分の硬い部位に対しては当てる時間長めに設定してもらったりとか、逆にそんなに硬さを感じないなっていう部分はそこまで時間かける必要はないと思うんで、まあ、一つのやり方の目安として参考にしてもらって、オリジナルに還元してもらえたらいいかなと思います。右は長いですね、ちょっと痛そうな顔してるというかもあるんで、結構硬いですね肩の後ろは。じゃあこれもね三頭筋の頂頭をしっかり当てていきます。頂頭というかね全体腕やっていきます。右肘はもともと内側上下剥離骨折といったね、まあ、スポーツをやってた時の怪我があるんで、特にこの肘周りっていうのは、まあ、今は全然痛みないんですけどね、いつ痛みが出てもおかしくないような状態なので念入りにケアをやってます。これも内側外側当てて、手のひらの向きを変えて当ててるような感じです。で腱の部分もしっかり当ててますね今。肘に痛みが出てる方っていうのは三頭筋の腱の部分、肘の真上ですね、結構念入りにやってあげるといいです。で上腕二頭筋ですね、二頭筋は右の方はあんまり硬さがなかったりするんで、まあ多分サクッと終わってると思います。で次大胸筋ですね。大胸筋は肩の付け根の部分が最も断裂しやすい場所でもあるので、肩の付け根の部分しっかり当ててます。でこれも当てる方向とか体重のかけ方ってちょっと違ってて、ローラーに対してかぶさるような形を取ったりとか、少し体を起こすような形を取ったりして、いろんな面で当ててあげてます。で大胸筋に関しては多分刺激3でやってると思うので、うん、で当て方なんですけど、まあ、まっすぐじゃなくて大胸筋に対してまっすぐ当たるような、ローラーの置き方をしてます。なので腕で言うとちょっと斜めの角度に入るような感じですかね。
そういった形で上半身の角度を変えながらしっかり当ててあげて、ちょっと覆いかぶさる形の時には小胸筋まで当たるようなイメージでやってあげるといいかなと思います。さあ、じゃあ上半身がこれで一通りが終わりですね。次が下半身入ります。下半身はね、基本4でやってます。でまずは大腿筋膜張筋とか大腿直筋とか、その上前腸骨棘の少し下ぐらいのところに当ててます。まあホームローラーに対して体を少し斜めにして、骨盤の前の出っ張り部分、上前腸骨棘の少し下を当ててるようなイメージですね。ここ結構ねスクワットで重要で、しゃがんだ時に股関節の詰まり感がある方は結構硬くなっていることが多いんで、ここしっかりほぐしてあげます。でそのまま腸頸靭帯とか筋膜張筋のライン、外側広筋とかねアプローチしてするために太ももの横側当ててます。でこの当て方も太ももの横側でもやっぱり前側後ろ側で真横っていう部分があるんで、ちょっと体重のかけ方変えながら、これちょっと後ろ側当ててるようなイメージですね。でコントロールは左の肘見てもらえると分かるんですけど、肘でコントロールしながらとか、あとはもう一本のついてる足の方向ですね、でこっちでコントロールしてます。はい、Google が何か言ってますが、そうで、これで膝曲げながら次大腿四頭筋ですね、ほぐしてます。まあ僕四頭筋はあんまり硬くないんで、まあ、サクッといく感じです。で次が内ももですね。そう、内ももはね僕結構硬いんで結構念入りにやってます。特に股関節付近には長めに当てて、でそこから膝の方に移っていくっていうような形なんですけど、これはしっかりね体重かけて当ててます。で膝の方に移って、膝はね少し伸ばしながら当ててます。まあ側部に向かう筋群であったりとか内側広筋とかをしっかり当ててあげて動きつけるようなイメージです。スクワットでね、膝があんまり外に開けないとか、まあ、股関節の詰まり感ある方もこっち内ももは硬いことが多いんで、しっかりとほぐしてあげてください。で次右ですね。同じように上前腸骨棘の少し下あたりを当ててあげて、筋膜張筋とか出てるようなイメージです。でこれ結構寝てる姿勢見ると真横になってるのかなと思うんですけど、まあ、割と、真上から当ててるようなイメージではあります。まあこれぐらいの角度でいいですかね。でそのまま太ももの横を当てていきます。ちょっと前側を当てたりとか、先ほどと一緒で後ろ当てたりとか、で真横当てたりとかで、で、太ももの横側というのは外側広筋とあとは筋膜張筋も密接な関係にあるので、ここしっかりほぐしてあげてください。で次は、後ろ側ですね。後ろ側も体重乗せて、まあ、これも同じで右肘と反対の方の足でコントロールしながら当ててあげてます。体重ねあんまりかけすぎると、はじめ太ももの外側は痛い方多いと思うんで、しっかりと肘と足でコントロールしながら当ててあげてください。で次大腿四頭筋ですね。四頭筋は軽く当てて、で膝痛い方はね大腿四頭筋の腱の部分ですね、お皿の少し上とかをしっかりほぐしてあげるといいと思います。でまた内ももを当てていきます。内もも当てる際はちょっと転がったりとか、硬い部分はしっかり長めに当てたりとか、特に付け根部分ってまあ内転筋群いろいろ集まったりしてるんで、そこしっかり当ててあげてます。まあこれも当てる、まあ僕は全然体重全部かけても大丈夫なんですけど、左肘とか右手見てもらったら分かる通り、こっちで体重調節しながらやってあげると痛みは出にくいと思うんで。で次が、前傾骨筋ですね。すねの前側です。ここはしっかり体重乗せてあげて、膝曲げた状態でローラーの上乗っかります。で左肘見てもらうと左膝の上に乗せてるんですけど、ここも腕の力も使って体重乗せていくようなイメージです。で、足首に近づくにつれ、手で支えながらローラー転がしていく感じで、足首のねちょっと見えにくいですけど付け根ぐらいまでしっかり当てるようにしてください。その理由としては、まあ、足首の前って死体という部分があって、まあ、いろんな腱の部分が、腱が集まって通ってる箇所があるんで、そこも動き悪くなると足首の動きが悪くなるんで、
しっかり当ててあげます。で右も同じようにですね当ててあげて、初めは膝の近くの時は体重乗せて、で次は足首に近くなっていくと体重は少し緩めながら当てていくという感じです。スクワットでうまく膝が前に出せないという方はこの前傾骨筋硬い方多いんで、そういった方はしっかりここほぐしておいてあげるといいですね。でそのままふくらはぎの方に移っていきます、アキレス腱のところから。でちょっと右足今乗せてると思うんですけど、これあえて体重かけてます。で圧迫ちょっとね強くするためにやってて、で後ろの手で、前後移動は調節してあげながらしっかりと当ててます。でふくらはぎもまっすぐだけじゃなくて内側外側っていうような当て分けをしているんで、で外側ですね、外側もしっかり当てて当てます。で膝裏も、膝裏ね特にしっかりやってます。で膝裏はハムストリングスの停止部とか硬い三頭筋の起始部がついてたりするんで結構大事な場所なんで、ちょっと長めに当ててほぐしてます。でこの足首のね硬さがある方は結構この硬い三頭筋とか、ふくらはぎの筋肉が硬いことが多くて、スクワットでかかとがしゃがんだ時ね、かかとが浮いてしまうという方はもうここは特に念入りにやってみてください。僕はもうそこまでかかとが浮くことはないのでこれぐらいのペースでやってるんですけど、2倍ぐらい時間かけてしっかりやってあげてもいいですね。でそういった方も膝裏を、同じようにしっかりやってあげて、ほぐしてあげるとかかとの浮きというのは少し抑えれたりとか改善傾向を見られるんじゃないかなと思います。で次が大内転筋とかですね、まだ内転筋群なんですけど、ちょっとハムストリングスに近い側の方を当ててるようなイメージです。太もも内側のやや後ろ気味を当ててて、ここ結構硬いとその股関節、さっき言った、詰まり感が出たりとかの原因になったりはするんで、ここ入念にほぐしてます。でね、後のストレッチやる場面でも出てくるんですけど、この辺はねしっかりやっぱり、僕は硬いのでフォームローラーだけではなくストレッチもしっかりやってます。で次ハムストリングスの起始部に当ててます。起始部で座骨結節って言って、お尻の骨になるんですけど、ちょっとね膝伸ばしてストレッチかけながら当ててるようなイメージです。でここ硬いとねデッドリフトのスタートポジションがうまく取れなかったりとか、腰を痛める原因になるので、ここしっかりやっていてあげて、あとハムストリングスの今外側を当ててる感じですね。ここも、力の調節っていうのは手で行っているので、フォームローラーでね空いてる手とか反対側の足っていうのはこう荷重、どれだけ体重をかけるかとか調節できたりとか移動のために使えたりするんで、うまく手とか駆使してもらえたらいいです。内ももですねしっかり当てて、結構右が硬いんで時間かけることが多いかなと。で、また同じですね、ストレッチかけながらハムストリングスの起始部に当てて、余裕ある方はねこのまま体前倒してもらってストレッチかもうちょっと強くかけてもらってもいいかなと思います。で少し下にやってハムストリングスの外側を当てたりとか、やってますね。でこれで一応ホームローラーは一通り終わりかなと思うんで、だいたいホームローラーやってる時間15分ぐらいですかね。こんな感じで次はボール使います。振動ボールですね。このボールで使うのは足裏と足関節周りとお尻ですね。で足裏しっかりスイッチたまに切れるんでね、これ気をつけてください。そうで足裏しっかり転がしてあげて、振動なのでもうダラーンと寝転んでるだけです、これは。で足裏の特に土踏まずの部分とかを当ててあげて、ちょっとこれ見えるから、今ねこれ内くるぶしの少し下ぐらいを当ててます。でここにも先ほど言った、前傾骨筋のところで出てきた下位という部分があって、ここの動きが硬くなると足の指の動きとか足裏の感覚っていうのがちょっと悪くなりやすいんで、ここもしっかり当ててあげて、土踏まずも当ててっていうような感じですね。で、ちょっと当て
ったら次左に移行して、左も同じように土踏まずとか指の下ぐらいを当てた後、また主体の部分を当ててます、で結構ねポイントなんですけど、ホームローラーとかボール当てる時っていうのはなるべくね今みたいな感じでリラックスした状態で当ててあげるのがいいです。体が緊張した状態で当てるとね結構効果っていうのは出にくくなるんで、もうダラーンとしたなるべく脱力した状態とリラックス状態をキープしながらやってあげることをお勧めします。次お尻ですね。お尻は、足組んでもらってちょっとストレッチした状態で当てることを意識しています。でまあ、お尻って結構幅広いんで、下の方上の方横の方とか、まあ、いろんなところ当ててあげて、まあ、当たってて気持ちいいなとか、ちょっとここ硬いなと感じる部分は長めに当ててあげるようなイメージです。でこの振動ボール、たまにこうお尻引いてたらあのスイッチの部分に当たってしまって電源切れるんで、まあ、今みたいなことが稀に起きます。で次ここめちゃくちゃ大事なんですけど、お尻のね、お尻の、ね、横側を当てる場面が来ます。でお尻の横側というのは小殿筋ですね。さっき言ってたこの骨盤の前の骨、上前腸骨棘っていう骨があるんですけど、そこの、まあ、ちょっと斜め後ろぐらいを当ててあげると小殿筋に、当たりやすかったりはするんで、体はねしっかり横向けた状態で、今から行きますね、今から小殿筋当てるんで、こんな形でね片方の足で伸ばしながらしっかりと小殿筋を当ててみてください。ここもね股関節の動きに非常に重要なので、ちょっとね長めに当ててあげるといいかなと思います。でこの時も手でとか反対の足で力調節してあげてね、無理ない範囲でいってください。で反対も同じようにですね、ストレッチかけながら当てていきます。でちょっと前後位置ずらしたりとか横やったりとかで調節してあげるといいの であとはね体をひねってあげて、当たる面を変えるのも一つなので、まあいろんなやり方で試してもらえるといいと思います。でお尻は結構長めにやってますね。スクワットをこの日やる予定やったんですけど、まあ別にスクワットだけじゃなくデッドの日もベンチの日もしっかりといつもお尻周りはやってます。やっぱり肩関節とか股関節って臼関節って呼ばれるだけあって動きが非常に大きいので、筋肉や靭帯に動きを依存してて、そういった部分がしっかりとケアされてないと僕はすごく不調を感じるので、股関節周り肩周りにかける時間っていうのはやっぱり他の関節より長いかなと思います。でここも小殿筋に当て終わって、でこれが終わればこの電動ボールは使うのが役目が終了して、次が、内もものストレッチですね。また内ももやっていきます。ちょっと内もも硬いんでしっかりとストレッチして伸ばして、片側の足はねしっかりピーンと伸ばしてあげて、片っぽの足は膝曲げた状態でお尻を少し落とし込むようなイメージでストレッチしてます。で大体ストレッチは毎回20秒1セットずつを行ってます。で右も同じですね。今押さえてる分ぐらいが伸びてた位置です。ちょっとだけしか押さえてなかったんですけど、これが終われば、次はロックバックストレッチですね。これもまた内転筋群、内ももを中心に伸ばしてます。で、鏡見てもらったら分かりやすいんですけど、なるべく背中がまっすぐの状態でお尻を落としていってあげてください。で開いた膝っていうのはね、まあ、イメージで言うとスクワットの幅、足幅ぐらいでと膝の開き幅ぐらいイメージしながらお尻真下に落としていってあげるといいです。で次は、まあ、和式便所に座るような姿勢をとってもらって、膝で、肘で膝を外に開いていってます。でこれでまたね内もも伸ばしているような感じです。でこの姿勢が取るのが難しいという方は、まあ、さっきのストレッチロックバックとか、あとは片足伸ばした方をやってもらったらいいと思うん で、まあ、足首硬い方はねちょっと難しいかなと思います。で次が股関節のね、左は外旋の状態、右は内旋の状態でちょっと体動上半身動かしていきながら動きをつけていってます。
まあ、足の形はマンジーみたいな形になってて、うん、この姿勢をキープすることも結構難しい方もいてると思うんで、まあ、ここはねこういう運動できるようにしてもらうことはおすすめです。で片膝まっすぐ伸ばして、ここから足をね床から浮かしていきます。これイメージとしては腸腰筋などを中心に刺激入れているような形です。腸腰筋はまあスクワットとかデッドとかでもそうですけど、骨盤の位置関係を保つためとか腰椎の安定性を保つためにも重要な筋肉なので、軽く10回ほど刺激入れてやってます。でさっきと同じ動きを反対線、次は右が股関節外線、左が股関節内線といった状態で上半身動かしていきながら股関節の動きをつけています。でこれも大体10回ぐらい、まあ、お辞儀してるような感じですね。でこれがまたできると右、足を伸ばして腸腰筋に刺激を入れていくっていうのを各両方やってて、でこの時はね膝なるべく伸ばした状態で動かしてあげます。大体10回ぐらいで OK ですね。そんなに疲労するまでやらなくて OK なので、ちょっと刺激入ったなぐらいで大丈夫です。でここが終われば、次は何やったっけな、何をするんかな、あ次はね胸椎の回旋エクササイズですね。まあ、これは翔さんとの動画で一緒に撮らせてもらったやつでも紹介してるんですけど、胸椎の回旋エクササイズです。オープンブックエクササイズとも言うんですけど、この胸椎の回旋の動きが悪いと胸郭自体の動きが悪くなったりとか肩の動きも悪くなるんで、まあ、肩の痛み腰の痛みある方はこれ結構おすすめですね。で大体僕は5回開いたら次は上に回すのを5回行ってます。でこれ見てもらうと右膝が今地面から離れてないんですけど、ここ離れると骨盤自体が回旋して、腰から回ってしまったりするんで、そこは注意しておいてください。しっかり胸椎を回旋させるっていったイメージですね。で終われば反対も同じようにいきます。左の方が柔らかいですね。そうやっぱり右肩はね昔の故障歴でちょっと動き悪かったりするんで、こういった左右差はね皆さんあると思うんで、まあ無理に初めから合わせようとするんじゃなくて、ちょっとずつちょっとずつね詰めていけばいいかなと思います。でまた上動かして、で上回していくときはねしっかり肩甲骨ごとぐるっと大きく回していくようなイメージを持ってあげるといいです。で今僕ちょっと首浮かしてるんですけど、これ全然僕はしんどくないんで、まあもししんどい方がいてたらちょっとねクッション挟んであげてもいいかと思います。次は次前腕のストレッチですね。前腕は結構ね重要な動きで、まあ、1回ね、動画も出したんですけど、ベンチの肩の痛みと前腕の関係って結構あったりするんで、前腕しっかりストレッチしてます。特にこうデスクワークされる方っていうのはね前腕がかなり固まってる可能性高いんで、しっかりと伸ばしてあげることをお勧めします。次は手の甲を地面につけてですね、テニス肘の人とかもこの動き結構硬かったりするんで、これ各20秒ずつぐらいやって、あとは指ですね、指軽く伸ばしてっていうような感じで、こんな感じです。で最後はチューブかな、チューブ持ちましたね。チューブ持ってやっていきます。チューブはね強さはなるべく弱めで OK ですね。でこのまま肩の後ろに持っていってあげて、ちょっと、ね、肩甲骨ごと回すような感じでぐるぐる動かしていきます。まあ、肩肩甲骨の動きをちょっとつけるようなイメージですね。で特にこれスクワットで担いで肩が痛いとか、ベンチプレスのボトムポジションで肩が痛くなりやすい方はこういったぐるぐる回す運動大事です。でもう少し先より位置下げてぐるぐる回してあげると、肩の前かっていうか、まあ僕の場合二頭筋にちょっとストレッチかかったりもしてるとか、でそのままラットプルダウンですね、後ろにやってあげて、でこれで肩甲骨の動きをつけてます。しっかりと肩甲骨下方回旋下旋の動きとかね出してあげて、で次はバンドプルアパートですね。僧帽筋中部下部に刺激を入れていきます。テンションかかったバンドを肩甲骨寄せながら動かす。でここで僧帽筋の中部下部なんで肩甲骨の内側ぐらいですね、しっかり刺激があると OK です。ベンチ前とか、まあ、スクワット前もすごくこのエクササイズはおすすめなので、
肩の怪我ね防ぎたい方はしっかりと15回ぐらいでいいんでやってあげるといいです。で次は広背筋と肋間筋を伸ばします。で肋間筋というのはまあ肋骨の間にある筋肉で、広背筋は背中の筋肉ですね。ここ硬いと呼吸とかがうまくできなかったりとか腹圧高めるのが少し弱くなったりするんで、しっかりとこういった形でチューブ利用しながらやってあげます。この時はね深呼吸しっかりしてあげるといいと思うんで、ちょっとそこを意識してあげてください。で、一通りチューブはまあこれぐらいですね。チューブ最近使ってるのはしっかり畳んでね整理整頓して直しましょう。次何かな、次プランクですかね。次はねプランクやります。ここはねプランクはまあ体幹部ですね、しっかり意識して腹圧高めるイメージでやってます。で大体やるのは 2,30 秒ぐらいですかね。そこまで限界までやらなくて OK なので、ちょっと腹筋周りに刺激が入ったなぐらいの感じで OK です。であくまでも体はね腰は反らない状態を作ってあげて、まっすぐとか、まあ、ちょっとこの肩甲骨外転させて前鋸筋に刺激入れてあげるのもありかなと思います。で大体 2,30 秒経ったら次サイドプランクですね。これも大体 2,30 秒で終わってます。でこれは体一直線にしてもらって、足揃えて肘でしっかり体を支える。で、まあ、下にある方のお腹とか内転筋群が少し刺激入れば OK ですね。で肩はねこうやってしっかり肘で支えていることによって肩周りも安定感増したりはするので、そういった意味でも肩の周囲のエクササイズにもちょっとだけ関与してきます。で反対も同じようにやってあげて、だいたい 2,30 秒です。でこれ結構ねやっぱり 2,30 秒待つってしんどい方は全然携帯触りながらでも OK だと思います。まあ、しっかり横、ね、腹筋群内転筋群刺激入れてあげて、スクワットの際のまあ、ボトムの腹圧の抜けとかが多いと思うんで、そういったものを防ぐ目的でやってます。一通りが終わって最後はヒップエアプレーンを行ってます。これはスクワット前デッドリフト前とか、まあ、全部行ってるんですけど、まあ、これ以前ね動画で紹介してる方法で股関節周りの安定感をしっかり出していこうといった運動です。で僕の場合は特にちょっとこのひねった時にねまだハムストリングスとか内側ピーンってちょっと突っ張り感があるんで、そちらのモビリティエクササイズもまあ兼ねてやってるような形で、メインとしてはね右の股関節をしっかり刺激入れてるような形 で少し体もひねってるので胸椎回旋の動きも出しながらできるんで、これ非常におすすめですね。スクワットで股関節の詰まり感がある場合とか、うまくしゃがめないといった方はこのエクササイズやってあげると結構股関節周りの安定感っていうのは出やすかったりはするんで、ちょっと一度これは試してもらえるといいかなと思います。まあ、各10回ですね、左右10回ずつぐらいで OK なので丁寧に動作を行ってください。で以上が、ウォーミングアップの全てになります。怪我をしたくない方はぜひ参考にしてもらえると嬉しいです。